はいたい、ぐすーよ、ちゃーがんじゅんやみせんな。おねえからずのちむどんどんラジオ、はじまいびんど。昼夜、夜つの19日、ゆるるくじんけやびたん。それでは自己紹介やっていきます。私、パーソナリティの双子の一男性なる、姉のラムでございます。声を聞いたらわかると思いますけども、性別学的には男性でございます。皆さんと一緒にこのラジオを楽しんでいけたら嬉しいです。この日本、この沖縄が同性愛者に対して生きやすい世の中になりますように。何？何じゃないでしょ自己紹介でしょあんたよ。元気出して。いつものはいみたいな振りがなかったから、うん。たまにそうやってやってなんていうの普通に言うのかなと思った言わなかったね。は、うん、あの、MC してくれたね。ダムちゃんの妹になるのかなダンちゃんでございます。今日はね、ダンちゃんと両平どっちもだけどね。ちょっとすっぴんできちゃったからね。もうやばん、本当にどうしよう。違うさ、出る前までさ、あんたあれだったさ。だからさ。準備もしてないし、寝てるし、意味わかんな。最近寝不足だからね。寝不足っていうか、モンストのやりすぎでしょ？へ？モンスト。それもちょっとあるかもしれないけど、結構パタパタしてるじゃない。あ、ということで、なんかまーちゃんはっていう感じだと思うんですけど私たちもちょっと分かりません。車はちょっと あるみたいなんですけどもちょっと見当たらないのでもしかしたら後ほど来ると思います。わらどうしたのか本当にね。だからね、車はあるんだけどちょっと、はい、じゃあちょっとねツイキャス読んでいきたいと思います。はい、アルパカになったひさにーさんね、初見さんいらっしゃいませ。ランちゃんお久しぶりです。お久しぶりです。黒のおっさん、黒のおっさんは今日いないね。うん、ごめんなさい。あゆさん、あゆさんいらっしゃい。久しぶりです。あら、今日は違う感じですね。あゆさんだ、いらっしゃいませ。ごめんなさい。今日私すっぴんなんですけど、気にしないでくださいね。はい、ということ、ジャイアントバカさんね、こんばんは、まーちゃんはうんちって。もしかしたら、だがうんちかもしれないよね。うん。一応トイレ、じゃあトイレ確認しようと思ったんだけど。ああ、その意味でね。でもなんか、だったら、みんなわかるはずだよねーと思ったんだけど、だからわかんないか、まあいいやと思ってたんだけど、そうそうそう、ま、もしかしたらわからないよ。私のイメージなんだけど、車に出てるんじゃないかな、みたいな。わからないよ、わからないけど。それだったらすごいよね。エイミンじゃないです、ごめんなさい。てかさ、今日じゃない、今来る前にさ、もう超大雨さ。一応ね。あ、もう大変だったんだけど、ということで、もう、結構経つのでちょっと CM と曲開けていきたいと思いますね。曲がですね、千本桜の和楽器バンドになっております。それではどうぞ。えいえい。
はい、おねえかなずのちむどんどんラジオは一般社団法人ナンバーワンあげなにあるスナックマギーの館さんの提供でお送りしておりますということでですね、まっちゃん到着でございます。はい、自己紹介ゆたさるぐとにげさんみーな、はい、ぐすよちゅうがなびらおはようございます。まさかのね、今日ね、私午後はね、西原小学校でね、講演会してきたんですよ。あ、小学校、そう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 、うん、で、やって世界に混むはずと思って、うん、4時ぐらいからあそこ出てね、でこっち着いたのが4時半ぐらいだったわけ。結構スムーズだったから一応混んでたよ、来る時に。多分時間帯も早かったからだはず、うん、でこっち着いて、あ、じゃあもうそう託してるね、時間あるねと思って寝てたわけ。あ、そしたらあんた始まってます。ランちゃんが呼びに行ってからね。あ、そうね、始まってるわけ、何事かねと思ったから始まってますよって言ってから、はい、まさか寝てないよねと思って行った。寝てました。そう、私なんかね、お手洗いに行ってるのかなと思って、くまってるのかなと思ったのよ、トイレに。 あっちで私車の中でくまってましたね。はい、冬眠してたね。はい、まーちゃんやいびん、はい、よろしくお願いします。じゃあツイキャス読んでいきたいと思います。だから最初から多分見てないんでしょうね。私寝てるからね。そうね、クリューカイトさんね、はい、横浜すみです。いやいや、横浜すみでなんか FM 小沢のね、なんかツイキャス見てるって、なんかちょっと絡みがあるのかな、ね、うん、いいよ ね、 ね、アルパカさんね、はい、メガネのおっさんいじったばあちゃん怖いよって。なんでそれは。大丈夫よね、うん、前だけ前だけ怖いのは。ジャイアントバカさん、まーちゃんさん、すっきりしましたか。はい、すっきりしましたですよ。ね、はい、はよ、はい、おはようございます。メガネのおっさんはまーちゃんだったよね。おっさん言うんじゃないよ、本当に。で、あゆさんね、はい、性教育についてですか、公演か。あのね、オブラートに進んでおりますけどもね、若干話しましたですよ。はい、あ、そうなの、はい、そう、若干ね、小学校で、はい、小学校で6年生だからね、ある程度もう分かるかなと思って。もうそろそろ思春期、現実を思い知らせて。そうもうね、やっぱりお父さんお母さんいないと世の中生まれてこないでしょって話ですよね。そうですよね。でもね、うん、大体はね、私 の、 体験談話しました、うんうん、この幼稚園とかね、小学校とかのお話からして。そう同性愛者系だよね。そう全然そんな、うん、だけど あんまりね、難しい話したらわからないかなと思って。確かにね。そう、だから LGBT って話をして、でいろんな種類がありますって話をして、こんなしてこういうことでって言って、私の体験談というか、私はこんなだがんだだったんだよって話して、そうやってきました、うんうん。だからね、まあ、小学校の時でも結構大事よね、でもね、この小さい時からね。そうでね、やっぱりこの場所もあってなんだけど、やっぱり多いらしいですよ、その、うん、制服変えてね、登校したりとかって。なんかそれをなんか認めてる学校とかもなんかあったりするみたいだからね。そうちょこちょこ出てきててね、うん、だからね、二人さんは私はまだその時代存じ上げないからわからないけど、うん、でも私なんか時はさ、制服変えるとかって言うでしょ。そしたら、うん、今はね、お願いしてやってくれたり変えたりとかってあるけども、うん、あの時はさ、なんで制服変える必要があるねっつってから、うん、もう先生たちがもう頭ごなしにたったこうやってやってからさ、もう必要ないよっていう時代もあったわけ。そうなんでこんなする必要ないでしょっつってからさ、うん、で今思ったらもう先生たちは無知だったんだねと思って、何も分からなかったんだね。なんかさ、それってなんかさ、自分の学校をさ、なんかさ、こういう人たちがいるよとか、なんか偏見とか差別とかなんかさ、なんか言われるのが怖いんじゃないの。そうなのよね、だから分かりやすく言った、だから自分たちが正当性を持ってこんなだよっていうことを言ってるような感じがしてるから、そう私からしたらさ、いやいや、あんたたちの方が時代遅れてるんだよって今だって言えるさ、うん、もう LGBT 知ってるって手挙げさせたから、もう生徒のもう半分以上、もう3分の2みんな分かってた。あ、逆に分かってた。そう、すごいね。そうだから、もうこんな時代になってるねって言って、もう感動しましたって言って直接もう話しましたですよ、うん、もう子供たちの方がね、もう、あ、そうなのって感じだった、うん、だから小さい頃からね、どんどん教えていった方がいいよね。
だからすごい九州が今あるでしょ。だから SNS とかこういうのあるでしょ。だからまたこの講演会聞いてね、生徒たちがね、またちむどんラジオ聞きますとか言ってからさ、また YouTube に ね上がってるよって言ってからさ、もう今見せてもらったりとかしてね、もしかしたら聞いてるかもしれないですよ。はい、あの私たちは学生の小学生に見せてもいいものなのかやっぱりね、あの表上はね健全な教育番組ってありますからね、うん、そう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 私たちが学生の時はなんかあれだったけど、ね、そうだった全然なんかこの LGBT の人たちが活動してますよっていうなんか感覚なかったじゃない。あのそうでまた、ね、なんでそのやる必要があるのだったさ、うん、LGBT の講演会、はい、何それ美味しいのみたいな感じだったからさそうだよ、ね、ここ5年ぐらいでだいぶ変わったよ本当に。最近だよね。だからね本当にそうそうそう、うん、だからあなたたちと出会うちょっと前ぐらいからその LGBT とかそういった同性愛に関してのその結婚とかそういうのが出てきて、でパートナーシップ法が始まってからねだいぶ変わったかなっていうのがあってね、そうそうそう、今日だったかな昨日だったかなんかパートナーシップ法、うん、なんかニュースでやってたような気がする、うん、よくなんか寝ぼけてて見てないんだけど、うんうん、でもさやっぱり多いからね今こんなしてからさ、うんね、はいっていうことでね、今日はちょっと同性愛者系のなんかあの話でテーマでやっていきたいと思うんですけど、はいはい、ちょっとツイキャス読んでいきたいと思います。あ、いいですよ、はい、クリューさんね、うん、おかまの方のくくりでいいのですかって。あのねおかまじゃないですね、おねえでお願いします、はい、そうですね、そうおかまはね、うん、あの差別表現なの で、ね、あのおねえでお願いしますね、うん、はい、おかまというものはね江戸時代だっけ、江戸時代にねなんか男性の方が女装して男性の方に売る人のこと、そうそうそう、あ体を売る人のことにおかまとか言ったか、差別用語っていうかバカにしてるなんか言い方に聞こえたりもするので、かけまじゃやから略してきてるけれどもね、その言葉が転じて、うん、もうおかまでしか生活できないとかね、おかまで生計を立ててるとかって言い方してまして、それから来てるから、そうね、そう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 、この言葉だけがなんか来たのかなと思ったから、うん、だから ねまだね綺麗な表現としておねえでお願いします、はいね、よろしくお願いします。全然いいんですよ、はい、アルパカさん、はい、カイトさんおかまバーですあね、こっちはねもうねねえねえバーですねねえねえおねえバーですね、おねえさんですね、おいおいメンソーレビソーレイケメンソーレそれそれ、はい、アルパカさん、やっぱよく考えたらあれだ、私の方が声高いんだねあそれはそうよね、多分この中で一番声が低いのは私だと思います。そうよ、そう一番ねおじさん顔してるのは私ですけどね、一番声高いです、はいはい、アルパカになった人さんね、はい、だった人さんじゃない、まーちゃんメガネのおっさんってうん、そうですよ、はい、声高いですよ。どこのオカマの方々も笑った時は声が男になりますねって。そうね、そ私あんまりイメージないさはい、っていうことで、ね、私自覚してないぐらいで、ね、ちなみに沖縄はこっちの人たちの人口は多いんですかって、うん、あのねどちらかと言いますと、あのまあ私もよくわからないのであれなんですけども、まあ比較的ですね、うんうん、あのゲイの方との FTM の方多いですね、うんうん、そうだね、そうそうそう、で、あのビアンの方とか、あの私たちのようなね、まあ女装だったりとかあの、まあ、ゲイの方がまあイベントとか女装するのをあの別としまして、うんうんうん、あのだいたいこうやって非常あの普段なりわいとしてやってたりとか普段の格好でとかっていうのはなかなかもう少数派ですね、うんうん、一番多いのはゲイの方が原因、ね、の人とどんだか FTM ぐらいの人だよね。 FTM っていうのはあの男性、あ女性か男性になった方々ですね、またそれに移行しつつある方ですけれども、うんうんうん、多いですね、うんうん、はい、あの、うん、前で何年前だったか4年前、うん、もう約4年前に出てくる あ、うん、あの話なんだけど、うんうん、それに沖縄グラフっていう雑誌があるじゃない、 それの、あのグラフに書かれてたよね、レズビアンか FTM どっちかだったんだけど、の方のあのなんていうの確率の方が沖縄では結構高いみたいでね。そうそうそう、あのねまた今ダンちゃん振ってくれましたけどね、うん、私たちの出会いも実は沖縄グラフよねそう沖縄グラフなのかな、そう、うん、あやっぱりね私が一方的だったからね、うん、あの時はね、
そうそうそう、よくなんか見てたよね。だからね、だからたまたまさ、からこの別の放送の方で曲でパーソナリティやってた時に沖縄のお姉たちっていう雑誌があるよっていうね、こう沖縄グラフって沖縄のこの専門の雑誌があるんですけど、そこの特集でねお姉たちっていうのが出てたんですよ。で2人がその時に載ってて、でもう顔は分からないんだけど、やっぱりこの文章でね、もう平成3年生まれのラム&ランがですね、双子のユニットでこんな人頑張ってますよっていうことがあったもんだから、ああ、本当に同世代でこんな人頑張ってる子がいるんだと思って、この雑誌見て私泣いたのよね。本当に泣いたの。そう、ああもうすごいさと思って、それからしばらくしたがこんな人やってからさ、まさかこんな方と一緒に今ラジオやってると思わなくてからね。そう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 、本当にだからね、あの時はね本当にね、もう感謝しましたですよ。二人に会いたいねとかって思ってたから、本当に切実にね、あ、この二人に会いたいなと思って二人に会えたっていうのがね、もう奇跡でしたよ。そう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 、もうご縁があってね、もう嬉しいさと思ってからさ、そう、たまたま見てるのもまたね、面白いね。そうだからさ、涙流してからあんたたちだったのと思ってからね、こんなにねプラと思わなかったけどね。心がどっこいだったよね。でもね嬉しかったですよ本当に。はい、アルパカになったヒサニーさん、ね、はいはいはい、メガネのおっさん、俺よりちょっと待ってよ、はい、俺よりずいぶん年上だからって、あ、そうなの。なんであんた、あなたいくつですか。アルパカさんはいくつなのかな。ね、生物学的には何歳ですか。生物学的に私もあの人間は、ね、人間の年で25歳ですけど、犬の年にしたら85です。はい、去年年びしました。はい、はい、ということで、はい、来年はカジマヤする予定です。カジマヤ、はい、よろしくお願いします。はい、クリューサーね。そうだったんですね。了解しました、すみませんでしたって。はいはい、いえいえ、わかればいいのよ。そうよ。はい、あ、ごめんなさい、分かればいいんだこの野郎って話ですよ。今のは嘘ですよ、はい、ごめんなさい。タロイモさんね、はい、のほーんって、はい、ガラーズの皆さんこんばんは。私タロスケさんのね、タロイモさんの夢見ましたよ。どういう夢。まー、あ、ちゃんのほーんって来てからさ、どうしたのって。はい、次なんて最後も喋らせてくれるさん。のほーんって来てからでさ、それでそれで、そう、まー、あ、ちゃん今日休みかとかって言うから、休みようなんでって言うからね、お酒のもんやって、朝からかいとかって言ってからね、そうそうそう、あんた好きやねん言うてからにね、そうそうそう、やって夢見ましたですよ。あ、はい、でも変な夢じゃなくてよかったね。当たり前さ、あんた違う、あんたなんで変な夢見るの、あんた結構タロイモさんなんかあのお酒好きな感じするよね。あのフェイスブックでね、そう、うん、結構ね強いよ。強いんだ。強いよ。飲んだことあるの？飲んだことないけどさ、見てわかるもん。あんな華奢な体にさ、アルコールが入ってもさ、あんまり俺変わんねえよとかって言いそうだもん。でも脱いだらすごいんじゃない？脱いだらすごいんじゃない？脱いだらね、うん、私脱いだだけでわからないね、触らないとわからない、触れないとわからないから、撮影がじゃない。そうよ、ね。そうそうそう。鑑定しないといけないから。そうそうそう。私触らないとじゃ脱がないとわからない。あんた脱がしてあげないとね、またね。はいはい、はい、はい、あんたのハートが欲しいんじゃこら。クリューサイなんか深いですね。あ、そうね、深い話しましたね。深い話ですね。そうそう、だからラジオでね、あの同性愛の話ももちろんいいんだけど、うん、ラジオでさ、こうやってなりそめとかも話もしていきたいね、なんかね、うん、もう1年もなるからね。そう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 、なんか思いましたです。はい、はい、っていうことでね、はい、あゆさん、お勉強になります。早く沖縄行きたいなって。ねえ、ぜひぜひ。そうそうそう、あのね、一緒になんかラジオしたいよね。沖縄でもね、本当にクリューさん、お姉のお店も面白いですよねって。うん、お見せ読してますね。いらっしゃいませ。はい、メンソーレ、イビソーレ、イケメンソーレ、それそれってね。はい、何がそれよお姉の方 全般にお酒強いですよねって。あの、強くならないといけないですね。てか強くなるんじゃない、やっぱりさ、なんか接客プラスさ、そうそう、やっぱり。じゃあのね、なんていうの、中にはそうやって接客のためってもあるけど、やっぱりね、あの、私たちみたいなの、私は得意だったけど、お酒飲まないとやってられないっていうのもあるのよ。まあまあ、そのね、あの、フック、そのこともなんだけど、うん、私がやっててからさ、なんかさ、思うのが、うん、え、何、オカマだからさ、なんか楽しくしれとかさ、なんかさ、楽しくやれるでしょみたいな、この、ね、雰囲気出されるから。 私もそれはあるわけ。それがね、なんかね、嫌なの。それは私は、うん、あの、勝手に営業おねって言うんだけど、
待ってって私もねあの ふ, にあのふとねこの巣になりたい時もあるんですよって、もう巣からこうなんですけど、うんね、もうちょっと落ち着きたい時もあるんですよって言ってね、そうオスになりたいってオスになりたいって何があったんだろうそれはそうじゃないんだけど、そういう風になりたい時もあるとね、だからそういう時に会いたい時にわーってきたらわーやらなきゃいけないでしょっていうのがあってね、そう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 あれよね基本的に、うん、あのこういっちゃあれなんだけど、お客さんの方からそうさせてるんだよね。そうだからもう自分の中のこの想像っていうのはあるんでしょうね、うん、そうやらなきゃいけないとか、でもさ一番辛いのがそこじゃないわけさ、うんうん、私は、うんうん、どちらかというとこっちなんだけど、うん、じゃ楽しくしてって言うじゃない、うん、じゃ楽しくしました、はい、あ自分なりにね、うんうん、自分なりにちょっと盛り上げたとします、うんうんうん、もうちょっと女性らしくしないみたい、ちょっと待って、あの面白くしてっていうかみんながやっぱりさ違うそこは違う男の見方で男が言ってきたと思うわけ、こういう人っていうのは大体男性でしょ、やっぱりさ、うん、何でかって言ったらさ女の人何やっても女だわけよ、あぐら加工が平加工が何しようが女だけど、私たちはもう男って前提が入ってくるから、うん、よりそういう風にらしくした上でよりクオリティ高いのってやった時に、うん、あーらしさだなってなるから相手のこの見方っていうのが全然違ってくるわけよ、うん、そうだから私たちは普通にこんなしたいあんなしたいって手がやるんだけど女として許されるっていうのがあったとして前提としてあるもんだから、見られ方としてね、で自分たちがやりますってこんなにしましたあやりましたって言ったらなんでこれじゃないさって、こんな風にやったらなんであんた男と変わらないさってなるからややこしいわけよ、だからまずはだからさっきもねこの番組始まったからずっといいしあの一貫してっていうようにらしさを見なさいってことよ、その人らしさを通してからに、あ可愛いねこんななんだねそうなんだねっていう風に見てほしいなっていうのがあるっていうのがあるわけ、それはあるよね、そうよ、うん、だってその人にしかなれないんだからね、私がじゃあ春の愛みたいにやりますって言ったとしてもギャグはできたとしてもよ、その人になれるわけがないさそう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 、てかさ女の人にさなんかさ私おっさんだからさどうのこうのとかっていう人、うん、私なんか結構ムカつくわけ、そうそうそう、なんでかって言ってそんなことやってもさ、うん、そんなこと言ってもどうせ女だから、うん、そうそうそう、あなんだろう、うん、あの男性の方はね、うん、あの どうやっても女性の方は女性の方って見るから、やっぱり別に何しても女性でしか見ないけど、私たちはねあの健全な接客とかしても、うん、お前男だろ、お前おかまだろ、こんな言い方されて何なの、うん、って思ったりするわけ、そうそうそう、だからもうそんな風に目で見られて最終的にやった時に、うん、あじゃあもう、もう男なんですねこんななんですねってやるもんだから逆にこっちも疲れてくるわけよ、うん、疲れる疲れる、でも基本的にあれよりお酒の場で、うん、そう話してるじゃない、そうそうそう、その話してるとさ、うん、意外に否定してるほど後々なんか打ち解けてくるんだよね、なんか不思議なことに、だからもしかしたらだからね面白い話でさ否定したりとか差別したりとかってあるでしょそしたらあんたもしかしてその気あるんじゃないのって思うわけ、思うよねだって普通になんていうの本当にのんけさんとかさこんなって言うって私たち見てた話したとしてもあーって最初は友達よ、だけど話してたら普通お友達になったりするから、うんうんうん、逆にもういいもう寄ってこないで、ね、しないでこんなこんなって言ってる人ほどあんたはどこかで会うでしょ、そしたらゲーバーにいたりするからさあんたなんでいるのって言うからさえ俺実はよとかって言うからあんた認めたくなかっただけでしょこの野郎がって話だ、あれさなんかさそういう人ほど、ね、なんかさ突き止めたらさなんかあやっぱ好きでしたとかさ、そういう感じ、だから自分自身がそうでしたとかっているわけよ、めんどくさい、もう認めてありのままの自分受け入れなさいよこの野郎って話よ、でも現実よね本当にね、目見なさいってこと、幻現実受け入れなさいって話よ、一個よね、そうよ、まあ、だから2個も3個も4個もやればいいわけですよ、なんかみんな大体あのまた恋愛感情からその人たちを見るから否定する、そうそうそう、普通にあの人間として見たらねなんか否定しないんじゃないって思うからね、昨日も私ゲーバーけどさいろんな話してからやったけどさ、遊びをもうあんたはさいろんな男がいるよ本当に、ジャニー系か何系かいっぱいいるよね、もうあいやもう私のこともどう思うのかねって言ったからさ、あ今日は女の子がいるんですね、たくさん見よ私女の子目線だよ見られ方がそう帰ります、はい、まあ、そういうことにしときますので、ね、だからねそういう風になるわけですよ、ゲイの方々と男が好きな男の人たちっていうのはね、うん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 、ありがたいなって話ですよ、はいはいはい、っていうことでね、ツイキャス読んでちょっとメールも来ているので、はい、メールも読んでいきたいと思います、はいはい、パッパッとね、はい、ただいもさん、うん、こんなんでマシマーけどって
ちょっとなんか打ち間違いかな、わかんないけど、はい、まあゆさんね、はい、すごくわかりますって、あ、まあ、ね、そうよね、うん、同じ仕事でのかな、まあね、もう当事者あるあると思いますよ、うん、はい、で、クリューさん ね昔これなんていうの、夜食っていうの、夜食はあれでしょ、夜食、うん、夜食だったのでよくわかりますって、夜食だったから、夜食じゃない、夜食、うん、あ、なんか夜勤めてたわけでしょ。そうなんだ、そう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 、なんか画像なんかイケメンよね、うん、そう、よく見てないさ私、あゆさんね、はい、最近の女性は自分の性別にあぐらをかきすぎですね。そうです、私が一番嫌いなのは、うん、男になんていうのこれ、ね、男に おんコビしか売らないってぶりっ子ですって、あ、ぶりっ子の女ですって、そういるわけよ。でもね、あのあゆさんね、あの確かにね、すごいのがね、このぶりっ子する女の人言いますでしょね、ぶりっ子ね、あ、私実はこうなんです、あんなんです、あのなんていう人ほどもうしん、あのうちっていうの、もうしたたかだよ、本当にしたたか、うん、もう何でってか、お抑えようと何されようとってあるでしょ。それでもずっともう絶対あいつに負けない、あいつにやってとか、もうはいつくばってでも生き残ってよって根性がすごいからさあ、そうなんです か私こんなでよくわからなくてって言うでしょ。それから、ね、あれだな、あのテレビで言う、なんだったっけ、あの松子が一番嫌ってるアナウンサーあのこれ言っていいのこれ、あ、某アナウンサーでしょ、うん、普通に大丈夫だと思う、うんうん、南さんね、南さんってしておきましょう、あの人、うん、結構松子さんだから、ああいう方っていうのをだからはっきり言ったらもう会えたわけですよ。もうそんなってつもりはないけども、才色兼備さ、頭もいいし、うん、こうやってキャリアもあるからっていうことでこんな手やって、うん、それでやるから、うん、で不自然にやってることがもうぶりっ子ってなってるわけだからさ、うん、ああいう人ほどだからしたたかだよってことだわけ。そうそう、だから松子もいやーねって、嫌なもんだねっつって話してるわけですよ。そう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 、だからね、嫉妬もあると思うんですけどね、うん、まあ、多少はね、うん、ありそうよ、だけど嫉妬もあるんだけど、やっぱ使い方の問題、うん、そうそう、いざってた時に使うんだったらいいけど、たりふりかまわず私こんなことないです、こんなですってやるから、あんたどうせってなるから、いや私ぶりっこしてますって言ってくださったら、あーぶりっこなんだねってこっちも潔が良くなるわけよそうそうそう、そうそうそう、だって考えてごらん、私がだよ、例えばこんな格好してからこうやってやってながらラジオもやってながら、実はです私お姉じゃないんですってバカ野郎って話してそうでしょそうそうそう、はぁってなる、最近よく出る方でしょ、そう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 、こうやってやって、あ、私ね実はねお姉じゃないんです、実ははぁとかってやってごらん、何あんたこんな格好してからラジオでながら何があって、あの方かなそう、沖縄の方はい、と、ね、いうことでね、あのよーちゃんさんか、はい、よーちゃん久しぶりだね、こんこん、こんばんは、だんちゃんコメント飛ばされたって、 あそうなの、ごめんなさい今は焼け酒よって、あそうなの、あいや大変だ、ね、何があったの、ね、うん、ごめんなさいね、うん、あ、そうなん、あー嫌いわら、うん、基本アナウンサーは嫌いですって、あ、ね、そうそうそう、あ、そうなんだ、どんなしても綺麗にしか映らないからね、そうそうそう、だからそんな風になってくるのよそう、もう根がしたたかだからね、もう大奥みたいなもんだからね、まあ、仕草とか雰囲気見てた、あ、この人こういう感じの人なのかなっていうのは思ってはくるけどね、そうそうそう、うん、私たちはどんなしてもこんな人にしかならないからね、うん、はい、っていうことよね、メッセージが3件ぐらい届いてるので、ちょっとパッパって読んで、あ、全然進んでいっていいよ、ね、いきたいと思います、はい、海さんからね、うんうんうん、こんばんは、はい、こんばんは、2月の半ばです ね、 早いよね、野球キャンプももう少しで終わっちゃ う、うん、そうそうそう、寂しいなって、ね、あ、そうなんだね、ありがとうね、ありがとうございます、そう、もうキャンプね今すごい盛り上がってて、うん、誰だったっけ、キャンプ、うん、なんか今日か昨日ぐらい見たんだよ、ニュースで来てる人、あ、そう、結構、うん、に人気っていうかね、うん、今から人気になりそうな人なのかな、わかんないけど、うん、名前忘れちゃうんだけど、うん、結構いい体してた、あのほらなんだっけ、久米島だった、どこだった、あのおこげっているでしょ、おこげだった、おかまについてくる女の子のこと違うよ、選手の名前よ、おこげだった、あーなんかいたよね、あ、おこわ、あ、おこわ、なんか、なんか
おこげ。あ、そう。そうね。そう、おこわ。いたいた。おこわ。おこわ選手っているわけよ。黒人みたいな。そうそう、ハーフの方で。最近ニュース見てないか。あの、ドラフトであれしてからね、沖縄キャンプインしてあれしてるのが、もうすごいね、と思って。頑張ってるよ、ね。そう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 。ね、あ、私も、あれ、何か名前だったねって言ってからね、おこげだったねって。でおかまではなかったっていう話してて、あ、そうよねって言ってから、あんな日は名前つけないよって言って、あ、そうよねって、そしたら おこわだった。おこわ、うん、そう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 、すいませんでしたね。はい、と、はい、いうことでね、はい、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、久しぶりって、久しぶりです。沖縄市のミンミンとミンミン2号です。はい、また会いに行きますか。はい、楽しみ、楽しんでますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。風邪ひいてないですか、ね、っていうことでね、はい、ね、ちょっと待って、うんうんうん、ラジオネーム、うん、シャラクホース、はいはい、シャラクホースケさん、久しぶりです、ね、こんにちは、はい、ちむどんの皆さん、はい、お姉の皆さんの本音のトーク、はい、興味深く聞いてますよ。ありがとうございます、うん、はい、なんでこれ熱発、発熱、発発熱、うん、で学校休んだ小学校6年娘がお姉カラーズさんの番組を初めて聞いて、うん、辛口かなと聞いてますよ。あ、ね、あの私たちはね、辛口っていうか、あの、ね、なんかね、あれだよね、厳しく、厳しいっていうか、これは違うよってあれは違うよっていうのは言うんだけども、うん、基本的にね、ダラダラ遠くよね、うん、これでもね、そう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 、うん、あの多分辛口っていうのはもっとだよね。もっと、うんうん、死ねばいいのにって言いますから。あ、ピー、そうそうそう、あ、ピー入りそうだった。ピー入りました。ごめんなさいね。いや本当になんかさ、バーって話すとさ、うん、もう本当になんかそうパシッパシッパシッって話するからね。だからなんか私みんな言ってたじゃない、ま、あの松子さん結構辛口だよねってみんな言ってたじゃない、うん、私からすると普通よ、うん、何が辛口なのみたいなって思ったら、なんかあの思ってること言ってるだけだから、ね、そうそうそう、思ってること言ってるし、ね、本当のこと言ってるだけだから ね、 そうそうそう、 ね、 あのね、やっぱりねこれはねお姉のね、もう私なんかからしたらねすごくね、あの恵まれたとこだなと思うんだけどさ、例えば男口調でさ、これ違うだろうって言ったら怖いじゃない、うん、否定されてる感じがして、女の人がまた違うでしょとかって言ったら、なんでこいつってなるでしょ。 で私たちが違うわよって言ったら、なんか柔らかく聞こえるでしょ、ね、だから受け入れられやすいんじゃかねって言って、まあそれはね、違うだろって言ったら強く否定されてるし、違うでしょって言っても違うし、ね、違うわよって言ったらね、なんか、あ、なんか丸く収まってね、はははみたいな、ちょっと余裕がある感じよね。だからそこはね、おね言葉いいなと思って、いいよね、そうそうそう、いいよね、やだっていうのに、あ、やだっていうよりかは、なんかこれ言っちゃあれなんだけど、ちょっとお姉だったら何でも言っても許されるみたいな、そう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 、だまたね相手の方もね聞き入れやすいのよ、うん、そうね、だからこんなこんなしたら、あ、嫌ですって言ったら、なんでこいつってなるでしょ。だから、あ、ちょっと嫌ですって言ったら、あ、もうしょうがないなとかってなるでしょ。そう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 、そう、うん、お姉か言うでね。そうそうそう、はい、っていうことへの、そろそろまた歌、うんうん、歌も挟んでちょっと、はいはい、あの行きたいと思ってるので、あ、じゃあ6番でお願いします。それは CM と曲入りますね。はい、それはマプーカスパンキングガールズでおかま、イエイ。
はい、おねえからずのちむどんどんラジオは一般社団法人ナンバーワンアゲナニアスナックマギーの館さんの提供でお送りしてますということで、ほうほうほう、歌とか、ま、なんかリクエストとかあったなと思います。歌とかリクエストって一緒なんですけど、お姉さんあ、そっか、歌とか、まあ、あの、なんかね、歌のリクエストとか、はい、相談とか、いろいろありました。はい、メールくださいね。ということで、今から FM 小座のメールアドレス読んでいきますね。761、アットマーク、アットマーク、FM 小座、FM 小座、ドット JP、ドット JP、761、アットマーク、アットマーク、FM 小座、FM 小座、ドット JP でございます。はい、どしどしメール送ってくださいね。ゆたしく逃げさびら。今からとあんまり間に合わないので、うん、もしあの、あのメール届いても次になるかもしれないんですけど、よろしくお願いします。リクエストとかでもね、でもじゃあの各日届けていきますんでね、あの おかけしていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマは何ね？今日のテーマは一応あの同性愛者の系の話だったんだけ ど、ね、まあ、全然大丈夫かなと、うん、LGBT じゃない、 LGBT の話ね講演会してきたって話みたいな、なんかあのなんていうのかな、みんなさよく言うことがあるわけさ。あ、そう、あの私も言うことがあって、あのそう今週の日曜日にね、あのバレンタインイベントがあってね、お越しくださった方々、うん、ありがとうございました。はい、どうもありがとう、ね、お越しいただいてましてありがとうございましたね。もう大変盛り上がりましてね、お楽しかったでございますね、うん、はい、またあのね今月末ねまたあるんで、その時よろしくお願いしますということで、うん、27日、ね、そう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 、告知はまた後ほどということで、そうですね、はい、そうあのちょっと話あれなんだけど、うん、たまにさオカマとニューハーフの違いって何っていう人がいるじゃない、あいる、ね、結構ノーマルの方は分かんないと多いんじゃない、そうそうそう、だからなんかあのその話とか、うん、あの女装と男の子こうって言った娘の子ねと、うん、ニューハーフの違いっていうのもちょっと話したかったんだけど、うんうん、これはじゃあ短けちゃん短めに話できるのっていいんじゃない、うん、どうぞ、今日はもう一回だ、あ、そうなの、次ぐらいでまたあの話していこうかなと思って、まあね、結局分かりやすく言ったらオカマっていうのはやっぱさっきも言ったみたいにそれで生計を立ててっていうことだから、基本的に女装をしてあの男性の方のねその相手をすることをオカマっていう、うん、ニューハーフっていうのは自分自身の性を変えて本当に女の子として生きていく人たちのことね、まあ、女性として前の言葉で言ったらさ、うんうん、あのミスターデリーとかね、そう、うん、そういう感じね、そうだから体を売るとかそういうのはまた別で、そう自分自身の問題としてそういう風にやっていくって、もう自分自身のこのあのセクシャあのトランスセクシャルとしてね、あの体を変えて生きていく人たちが、まあ、いわゆるニューハーフと呼ばれるタイプで、オカマの方々はこの、ね、あの女装をしてだから体を相手するということだからね、そう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 、ね、なんかニューハーフを綺麗な言葉で言うと MTF ですね、うん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 、皆さん覚えててね、そうね MTF ね、そうそうそう MTF、うん、あのメールトゥフィメール、うん、男から女ってことですね、この反対は、まあ、差別用語なんですけど、皆さんに分かる、あ、差別用語っていうかあの FTM か、うん、FTM は女性から男性っていうことです、そうそう、あのこれはあのフランス語がまた語源になってますからね、フェールとフェールフランス語フランス語、そうそうそう、あのほら英語ではほらメンウーマンでしょ、うんうん、そうそう、メンズとか言ってウーマンとか言うでしょ、でだからこれフェールとフェールっていうのはこれはあのフランス語から来てるの、そう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 、うんうん、だから、ね、なんか意外に分かんないというよね、それからそうだからあの、うん、またフランス語のねこのあれから来てるってまた不思議なあれだねっつって、そう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 、うん、確かにね、はい、はい、ということで、うん、ちょっとでツイキャス読んでいきたいと思います、はい、よっちゃんね、うちは家族で行きたいね、あーね、ぜひ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 、リスナーさんで太郎助さんがね、あの今年はなんかあの家族と遊びに来ますって言ってたから、会いに来ますよとかって言ってたからね、ぜひねもう便乗していらっしゃったらいいけど、太郎助さん、あの息子さんはいるのかな、うん、娘さんだけ、娘さんだけ、そう、うん、でもねすごい目元がねそっくりなのパーパーそっくり、そう本当にびっくりした、もう細いんだねっつってね、あ、いい意味よ、細いそう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 、かわいいねっつって、はい、っていうことでね、あゆさんね、うん、沖縄は、うん、就職っていうの、これ、うん、就職、はい、さっきはあるかしら、うん、わら、はい、こ何永住計画を密かに立ててます、沖縄でしょ、あイエーイとか言ってね、イエーイとか言ってね、あのね就職先というのにはやっぱりあのまだねそんなにまではないけれども、うん、そうだよね、うん、だけど、うん、あの
理解のある企業とかは増えつつあります、うんうん、なのであの一般企業とかでも例えばこんなしてってから見て私もそうなんですカミングアウトをして働いてる方も今いらっしゃいますしまた別にねそうっていうことも分かってあのやってるところもありますし、うん、全くないわけじゃないです、うん、はい、探したらあるということですね。私もあれですよあのちょっとバイト探すってなってこの学校だか何人って感じぐらいで本当に電話して、うん、もしもしって、うん、何々で見ましたって言って、うん、募集してますってなってあ大丈夫です、でもなんかあの私性別学的男性なんですけども姿的こういう格好してるんですよ大丈夫ですかって普通にこんな感じで聞くからそれぐらいのねあの行く気持ちで、うん、あのなんだろう私たちみたいなタイプの人たちもし昼間やるんだったらやってもいいのかなって思いますけどね、やっぱりそれぐらいね、うん、だって、まあ、あっちからしたらやっぱり働いてくれたらっていうのがあるはずだから、私も昼間でこういう格好でなんだろう、うん、2回ぐらいは働いてるから、ねね、基本的になっていうの、うん、あのちゃんとハキハキして、うん、それかあのハキハキしてもダメだったら直接行く、うん、直接行ってか面接した方が絶対受かるよね、全然あの、うん、逆にむしろこういう人たちの方が受かりやすいのかなっていう自分の中ではある、うんね、ある意味ね、だから私もねよくわかんないけどねこの今の職場の方ではねあの癒し系とかって言われてるわけ、私癒し系ねと思って会社これで癒されるのあんたたちよって言ってはっさかわいそうにと思うんだけどそうそうだけど、ね、この人ひいきにしてくれるからねありがたいなと思ってね、うんうん、そうよね、はい、ということで、ね、あゆさんね、はい、ニューハーフはもともとサザンの桑田さんがラジオで言って広まった言葉で、うんうん、昔はミスターレディーやブルーボーイ、あーブルーボーイ初めて聞いた、わかんない、ね、ブルーボーイはねなかなかねあの昔ですよ本当に結構昔じゃないブルーボーイって、そうそうそうだけもね言いましたですよ、そうなんだ、あそうなんですね、だからなんかニューハーフっていう言葉嫌いではないけど私が一番やっぱしっくりくる言葉って MTF かな、やっぱりね、まあ、それぞれやっぱり受け入れられやすいっていうのがあるからね、だから自分たちを例えば表現するとか卑下する言葉としてねあのヘリクだっていう時にオカマですとかこうやってニューハーフですなんですっていうのは構わないんだけど、相手から言うっていうのはこれはいけないことよっていうのを、ね、そうだね、これはもう重々と言わないといけないですね、だからお前たちさっきのねツイキャスの方も言いましたがお前たちオカマかとかこんなかって言ったら違うんですよってね否定しましたけども、うん、これはやっぱり自分たちがオカマですっていう分に関しては別に構わないということです、ね、自分たちはだから俺はとか僕はとか私は拙者はって言ってるのと一緒ですから、ただ相手からお前はって初対面でお前はとかやーはとかって言わないでしょ、そう、それだったら失礼になるでしょ本当そうよね、そうか、そういうことだからちゃんと節度はまきまえましょうって話です、なんでそういうこと言うのかね、なんでやねんって感じ、そうそうそう、ね、やっぱりもうひげしたいわけでしょ、ねねね、俺の方が勝ってるんだよっていうことをもうアピールしたいわけですよ、まあそうよね、そうそう、でもそういう人に限ってね持ってるものは小さいですよ、はい、私大きい方が好きだからねそうそうそう、私待って待って、またあのどこの方かな、胸の方かな、それか下の方なのかな、で私だからその小さいの与えられても感じないですよって話ですよそう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 、入ってるんですか、入ってないですね、動かしましょうか、あもうちょっとですねって感じ、ガバガバだから言わないでって言ったでしょ18歳未満の方は消してください違う、だからあのガバガバっていうのはあれですよ、あのね、いい話です、いい話じゃないけどそうそう、あの今大丈夫、あの今大丈夫かな、はい、っていうことでね、老後が心配だわ、あのちょっともう4分ぐらいな、あと4分ぐらいだと思うので、うん、あのちょっと告知していいかな、あいいですよ、あそうだったね、はいはい、何日かな、2月の27日にね、第1回っていうことで、小座十次郎祭り、はい、インプロムナードコンサートっていうのがあるんですよね。あの小座十次郎祭り、そう、あのここでもあの新居さんたちって分かる方は分かると思うんですけど、第2第4金曜日のね、親父たちの旅、そうそう、同じたちの旅でね、やっておりますけれども、やってあの、はい、この新居さんたちからのお誘いで、はい、私たちもなんか、うん、なんていうの、ショー、そうそうそう、カマーズ爆笑ライブっていうショーを、そうそうそう、あのやる予定だったのでね、はい、で私たち3名と他にあのこの前のゲストのロビンソワさんと、まあね、あのねやる予定ですけど、もうちょうど大鳥の前だからね、
一応最後らへんだよね。そう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 、最後らへんだからさ、あーオーマイガーと思ってからにやってるんだけどね。オーマイゲイ、そうそうそう、だけどね、あんたゲイって言ったね。だけどさ、私すごくさ楽しみだなって、第一回でしょ、どういう風になるのかな。第一回でってすごいことだよね。だからすごい、だから私もプレッシャーなんですよ。ちょっと緊張するよね、第一回はね。そうそうそう、あの先週の日曜日だったっけの、あのルーツさんのあのライブも第一回目だったじゃない。そう、だから大好評で、またあのね、結構良かったね。そうそうそう、反応がねすごい盛り上がってくださって、元気って言っただけでみんな反応してくれたもん ねすごいね。あっちの方も反応してたんだよ ね。あーもうあれはね、もう放送できないよね。どういう光景だったかっていうの、そう、どういう光景だったかっていうの絶対話できないからね。そうそうそう、来て見に来てくださいって感じ。そうそうそう、見てくださいって話よ。あっちこっちあの降っておりますから。はい、と、はい、いうことで、はい、第1部が15時から17時、うん、ちびっこ祭り、はいはい、第2部が、はい、17時から21時、屋台&音楽祭り。そう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 。場所が、いいね。場所が小座十字路、絵画広場。はい。壁画広場ね。壁画の方ね。そうそう、壁画のところにまたステージあれして、で、また、あの、私自身がほら、なんていうの、この、あんな、あの、この、ゲストさんにまたジョニー・ギノワンさんがね、お越しくださってね、出るみたいなので、ね、そうそうそう、だからすごい、ね、あと、あのなんかお問い合わせなどがありましたら、うん、この電話番号におかけくださいね。080-9107、はい、0622ですね。はい。080-9107-0622。はいはい。あの、新居さんの要さんの、はい。あ、わかりました。はい。じゃあ、ぜひまたお問い合わせの上ね、ぜひいらしてくださいね。多くの方々のご来場、お待ち申し上げております。お待ちしております。はい。あの、27日ですね。はい。27日土曜日ですね。私たちの出番は、7時に40分ぐらい予定してます。それから8時のね、間です。ロビンソワさんも来ますよね。はい。ロビンソワさん。JPG としてね、またやりますんでね、はいはい、よろしくお願いします。はい、でまたあのまたやりますんで、はい、じゃあ締めの言葉を短めに。あ、はい、はい、ということで、はい、パーソナリティの双子の姉ラムでございます。あのラムでございました。はい、んあ、ランちゃんでございました。はい、じゃあまーちゃんでございましたけれども、始めるとこだった。またあのね、あの次の放送3月4日ということで三振の日なので、うん、三振なので、あの民謡特集ということで、あ、はい、いいね、私はオールウチナグチでやる予定です。はい、わかるかな、理解できるかな、理解できるかな。だから大丈夫だと思うけど、多少はできるかもしれないけど、ね、あのまた沖縄の民謡もですね、また特集してて三振の日ということをやっていきますんで、また民謡のリクエストとかもね、お待ち申し上げております。はい、安心、また来週、あ、次の週やいびんや、3月4日またうちちみせいびりよって、うちちみせいびり、にえでびたん。はい、じゃあ安心、またぐすうよ、がんじゅうし、お過ごしくださいね。ありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。はい、はい、終わり。昼夜いっぺんにせいでびたん。終わりと言っているでしょ。はい、またね、ごきげんよう。皆さん、バイ。